BMX パフォーマーのゆえです。一応先に言っときます。今回は決してプレゼント企画ではありません。僕の6年間乗った BMX をフルチェンジします。で、なんでフルチェンジするかというと、とうとう僕のフレームが暗く響きました。ここにビーって入ってる、割れてるんですけど、こっからもうこうなっていってて、結構ひどい割れ方で、あとこっちも半周ぐらいピッて入ってて、あとこっちの下のこの部分にも入ってます。まあ6年間乗ったんで、まあみんなからもう長すぎやろっていうぐらいめちゃくちゃ持ったんですけど、まあ、大体みんな1、2年ぐらいでフレーム折れてるんですよ。まあ、僕もその前のフレームは2年ぐらいで折れたんですけど、なんか僕毎回こけるときに自転車守っちゃうんですよ。自転車大事すぎて、結構ついてるパーツがレアであんまないんで、もう絶対壊したくないっていう気持ちが強すぎて、大体先に僕が壊れてます。まあそんな感じで、まあ、6年ぐらい持ったんですけど、まあ、その間の、まあ、1、2年ぐらいは、まあ、入院してたんで乗ってなかったんですけど、まあ、実質3年ぐらいはがっつり乗ってるんで、でまあとうとう、まあ、今乗ってるやつを組んで6年ぐらい経ってとうとう折れたんですけど、まあやっと折れたっていう感じですね。なんか逆に折れなさすぎてもうしなってきてて、ずっとフレームもハンドルもフォークも、もうフォークもぐにゃぐにゃやし、ハンドルもぐにゃぐにゃやし、フレームもロンマースピンしただけでもうなんか軸がぐにゃぐにゃするような、もうなんか逆にぐにゃぐにゃすぎて早くフレームとか全部変えたかったんで、まあ、とうとう折れてくれたんで、やっと変えるきっかけになりました。まあなんか折れてくれたって言ったらすごい言い方があれなんですけど、まあ、今までありがとうございました。まあ、なんか本当にこの今乗ってる BMX が、まあ、僕がパフォーマンスやり始めたのもこの BMX からなんで、まあ、この BMX は本当に世界、もうサウジアラビアとかも行ったし、吉本新喜劇とかも出たし、いろんな舞台、いろんなところでパフォーマンスして、本当にこの BMX ともいろんなところを旅しました。で、その僕が世界戦復帰もとりあえず全部今乗ってる BMX と共に、まあ、いろんなところを行ったんで、すごい感謝です。すごいありがとうの気持ちがこの BMX にはめちゃくちゃあります。6年間ありがとうございました。そして次にフルチェンジして買える自転車は、まあ、こちらにパーツ、フレームも全部あるんですけど、何に乗り換えるかというと、まあ、僕の BMX 今まで全部フルセイントマーチンやったんですけど、まあ、今回はちょっとだけ僕サイズを大きくしたくて、最近ストリート技もフラットにちょっと組み合わせるようになってきたんで、まあ、ちょっとだけでかくしたいなっていうので、まあ、TNB とかモーテルワークスとかめっちゃいろいろ乗りたかったんですけど、で今乗ってるのが19なんで、次 19.5 にちょっとサイズアップしたいなと思って、まあ、買ったフレームがこれなんですけど、とりあえずちょっと開封していくんですけど、なんでこんな箱でかいかっていうと、実はこの箱の中にフレーム2個入ってて、今回オマージュから届けてもらったんですけど、1個は僕ので、もう1個が純平くんので、まあ、一緒に送ってもらってたんで、これ箱がちょっとでかくなってて、まだでも純平くんのフレームだけ取り出したんですけど、僕の方は開けてないんで、今回初です。とりあえずちょっと開けていきます。さて何のフレームでしょうか。ほっ、すっげえ、箱がすごい。あ、工藤さんしっかり梱包してくれてる、バッチリ。ててん、はい、これなんです。いきます、オープン。うわっ、うわっ、きた。はい、これです。今回僕が次乗り換えるフレームはヌースです。これヌースのデイフレーム、デートフレーム、データフレーム、ちょっと英語苦手すぎて何て読むか分かんないんですけど、それの V2 のフレームなんですけど、これ結構ストリート寄りの形で、僕がちょっと乗りたかった形です。この色、キャンディーの茶色みたいな、キラキラした茶色、この茶色めっちゃいい感じです。綺麗。まあこれ僕オレンジ色に塗っちゃうんですけど、そうなんです、これオレンジ色に次もったいなって思う人いると思うんですけど、塗るんで今すぐに組めないんですよ。でいつも僕のフレーム今まで全部塗ってもらってるの、知り合いの塗装屋さんのところで塗ってもらってて、で今回そこがちょっと今いろいろ事情があって、そこで今すぐにできなくて、今回塗装を頼むのはいつもお世話になってるTNB の高さんのところにお願いしようと思います。まあ、高さんも今フレームに色塗る技術がすごすぎて、いろんな人のフレームをなんかアートみたいな感じでめっちゃいい感じになんか塗ってて、で僕も今回は高さんにちょっとお願いしようかなと思います。高さんのところでフレーム、まあ、誰でもお願いして塗ってもらえるので、しかもなんか結構安かったような気がするんですよ。でお願いした色とかお願いした模様とかに塗ってくれると思うんで、そのデリューンかなのインスタのページも概要欄に貼っとくので、もしフレーム塗ってもらいたいなっていう人いたらぜひ見てみてください。とりあえずだからこれは色塗ってから組むので、先にホイールを組もうかなと思います。その前にちょっと他のパーツの紹介もします。
そして、まあ、このパーツたちは全部 BMX ショップ買いたいと BMX ショップオマージュで手に入れました。まあ、その買いたいとオマージュのオンラインショップのページも概要欄に貼っとくので、いっぱいパーツがあって見るだけでも面白いので、よかったら見てみてください。で、今回買えるパーツの商品紹介していくんですけど、まあ、もう値段は言わないです。値段は言わないんですけど、まあ、今僕が乗ってる自転車は40万以上します。次買えるのも丸々、まあ、フルチェンジなんですけど、前ついてたパーツを取って次の自転車につけるのも何個かあります。さすがにあのチタンのクランクとかチタンのハブとかは最近買ったし、それもう一個買うのはちょっと高すぎたんで、まずそのチタンのハブとクランクだけで15万ぐらいするんで、まあ、今回次フルチェンジするのも、まあ、多分40万近くかかってると思います。まあ、BMX のパーツって結構高いんですけど、バラバラのパーツを組んであったら、もしかしたら僕みたいにだって6年乗れる人もいるかもしれないと思うんで、まあ、大事に乗れば長く乗れると思うんで、ぜひ皆さんもいいパーツいっぱい書いてみてください。まあ、高いですけど、とりあえずちょっと紹介していきます。まず何から紹介しよう。あ、ハンドルもまだ開けてない。これ何のハンドルかというと、ちょっと開けます。ラッピングが、はい、こちらです。ハンドルもヌースのハンドルを買いました。で、これはヌースのハンドルも2種類あって、こっちが大きい方です。まあ、このハンドルもちょっと大きいんで、解体でちょっと切りに行きます。そして今使ってる BMX のハンドルとフォーク、実は買った時に2個ずつ買ったんですよ。フォークとハンドルだけ。そう、これも新品なんですけど、今使ってる BMX のハンドルと全く同じやつで、新品で折れた時用に一応ストックとして、このハンドルとこのフォーク2つともストックで2個ずつ買ってたんですけど、結局なんか折れず、まあ、フォークはまた今回前と同じのこの新品の方を使うんですけど、ハンドルは新しいの買っちゃったんで、これは僕の予備の自転車でちょっと使います。ちゃんとあの使うんで。フォークは前使ってたやつの新しいのを使います。これはセイントマーチンですね。あとバーエンドもヌースのやつ毎回使ってるんですけど、これ何個目やろ、3個目かな。3個目っていうか、まだ1個しか使ってないんですけど、予備で2個持ってて、なんかヌースのバーエンドめちゃくちゃ調子良すぎて、なんかちょっと丸がこう横にしたら、なんてやろ、丸がこうなってるんですよ。グリップがあって、バーエンドの端っこがこうなっていって、なんかすごい技した時とかに手が抜けにくくて、めちゃくちゃ使いやすいです。で、このバーエンドもまた買います。で、他のパーツ、とりあえず BMX のパーツってめちゃくちゃ多くて、なんか全部出たらキリないんで、とりあえず大きいパーツだけ紹介します。あとこのグリップ、これちょっと紹介しとこう。グリップ、このオレンジ色の ODI、 昔はもうめちゃくちゃいろんなところどこでもいっぱいあったんですけど、もう今生産されてなくて、どこの BMX ショップにもなくて、たまたま九州にあるディギットにいた時にあって、もう買いました。だからこれが僕のオレンジ色のグリップのラストです。もう今まで何個ぐらい買えたの、多分10個以上今までオレンジ色グリップ買えてるんですけど、やっぱ消耗品なんで。だからもしこの ODI のグリップがどこかの自転車屋さんにあるっていうのを知ってる方いましたら、ぜひあの僕に教えてください。よろしくお願いします。で、まあ、こんな感じで、まあ、今回このここにあるパーツ、実はたまたま奇跡的に見つけたっていうパーツがいっぱいあります。最後のラスト1個だけでたまたま見つかったっていうパーツがあって、まあ、1個だけっていうか、倉庫、その BMX のブランドの倉庫にたまたま見つかってあったっていうパーツなんですけど、まあ、それも売ってなかったんで、どこ探してももともとなかって、もうないやろうなって諦めてたんですけど、それが、まあ、まず、まあ、これ、まあ、今回ホイール、あのホイールも組むんですけど、ちょっとホイール開けよう。まあ、このホイール、なんと今僕が使ってるホイールです。奇跡的にこのフライのホイールが奇跡的に倉庫にあったみたいで、で、これは1個しかなかったんですよ。だから今回ちょっとフロントだけを変えようと思って、本当は前後変えたいんですけど、だいぶあのブレーキ使うんでここ削れてきてて色が、でもたまたま1個だけこのオレンジ色があったんで、あとこれも本当に奇跡的に1個だけあったのがプロパーのハブ。これも今使ってるのと同じなんですけど、このプロパーのオレンジ色のハブ、このアルマイトのオレンジ色、まあ、今使ってるのと全く同じなんですけど、本当に奇跡的にこのハブとホイールがあったんで、これを新しくします。まあ、スポークも前と一緒このセットで組むんですけど、前と1個だけ変わったところがあって、今回初めてこのアルミのニップル買いました。まあ、ちょっとだけ軽くなるんですけど、アルミのオレンジ色のショートのニップル買いました。まあ、ここだけ次のホイールは変わります。ちょっと楽しみです、組むのが。あとはまたこのシャドウのオレンジ色の BB とか、あとブレーキシューとかも TNB のやつやし、実はまたこれ、はい、これです。また
マジョーラ色のこのコロニーのステム買いました。これもどこ探しても売ってなくて、たまたま奇跡的に見つかって、まあ、即買ったんですけど、まあ、ついこの間ちょうど使ってたやつ、あの全日本前にここパキンって折れたばっかりで、新しいのそれもたまたま見つけてストックで持ってたやつに変えたんですけど、またちょうどたまたま見つけたんで、まあ、3台目の同じこのマジョーラのコロニーのステム、これも次の自転車につけていきます。だから今つけてるやつはちょっとストックで持ってきます。でペグはこれどっちも同じなんですけど、 RS の、 あのバリアルしやすいペグですね。はい、これです。バリアルペグ、まあ、キャップがついてるやつ、まあ、これは前後同じです。長い方と短い方2パターンあるんですけど、僕が使ってるやつは 110mm の短い方のペグです。あとはオデッセイの黒色のヘッド、そうヘッドもすぐ僕ベアリング割れるんで、まあ、多分またこれもすぐ変えると思うんですけど、オデッセイのヘッドで、またこれそうもう一個めちゃくちゃレアでたまたまこれを見つかったっていうパーツがあるんですけど、ブレーキアーチ、なんと今回はじゃじゃん、こんな感じで前と後ろ両方ともオレンジ色にします。でこれも今使ってるフロントについてるブレーキアーチと全く同じなんですけど、まあ、フロントについてる方はスウェルの方で、今僕がリアにつけてるのは完成車のブレーキアーチ使ってて、初めてリアにこの高いブレーキアーチを使います。これ確か1万以上するんですよ。ブレーキアーチの中でめっちゃ最高級品のブレーキアーチで、でまあ今使ってるのとこれ同じなんですけど、今使ってるやつも先輩からお下がりでもらったんで、ブレーキアーチ買ったの初めてです。これも前後オレンジ色にしていきます。あとこれもつけるんですけど、これ何かっていうと、フロントのあのブレーキレバーとワイヤーの間につけるやつなんですけど、これもまあんまり言ってなくて、この緑色、僕オレンジ色と緑色が好きで自転車の中に入れてるんですけど、まあ、これは何の役割かっていうと、まあ、めっちゃ小さいハンドルとかでワイヤーとかグニャってなったらすぐちぎれちゃったりするんで、これなんかこうバネになってて、小さいハンドルとかでもグニャって曲がっても大丈夫なようにつけるやつなんですけど、僕の自転車に何でつけてるかっていうと、本当にただ見た目です。まあ、おしゃれにかっこよくするためにつけてるだけです。まあ、これもたまたまオマージュで見つけたんで調達してきました。まあ、本当にこの僕の BMX ってめちゃくちゃレアなパーツで出来上がってる自転車なんで、めちゃくちゃ大事にしすぎて大体体が壊れてます。まあ、今回は本当にたまたま全部見つかったんで、普通にショップとかで売ってなくて、たまたま本当に探してもらって奇跡的にまあ倉庫にあったりして見つかったパーツなんで、ちょっと次のパーツもめちゃくちゃ大事に使っていきたいなと思います。あとはまたここになくて解体でちょっと揃えないとダメなパーツも結構あるんですけど、あとペダルも実は買ってるんですよ。ペダルも実は元ペダルを買ってて、でそれが入荷がまだみたいで、そのペダルがもうちょっとだけかかるって今池くんに言われてて、まあ、それは BMX 組んだ後にまたそのペダルをつけようかなと思います。まあ、ペダルも買えるんですけど、とりあえず今あるパーツはこんな感じです。まあ、多分まだ解体でもうちょっとだけちょくちょく買います。まあ、とりあえず本当に志賀ゆえが乗る BMX ってこんだけレアなパーツがいっぱいついてて貴重な BMX ってことでした。まあ、本当にホイールとかまさかあると思ってなかったんで、そうあのこのホイール、あそこにあるオレンジ色のホイールも2つあるんですけど、まあ、なんかまた違うブランドでちょっとなんかブレーキシューがかかりにくいんですけど、もう本当にホイールが見つかんないって思ったんで、あのグローにたまたまあって、で、まあ、片桐りょうくんにお願いして譲ってもらったんですけど、とりあえずこのリムが見つかったんでこれを使います。とりあえずこのホイールを組んでいこうかなと思います。はい、フロントホイール組み終わりました。クロス組のイタリアン組、めちゃくちゃめんどくさいです。ホイール組むの慣れてるんでパッと組めるんですけど、やっぱしんどいですね。実組の普通の組み方がやっぱ楽なんで。でも実はあとホイール全く同じこのリムのクロス組のイタリアン組のホイールを2個組まなきゃダメで、なんであと2個これと同じリムのクロス組のやつ組むかっていうと、まあ、それもまたいずれ動画上げるんで多分わかると思います。とりあえず今できることはもうないんで、フレーム色塗り終わるの待っていきます。はい、あれから1週間が経ちました。次の日に広島に送って、で1週間経ったうちにもう塗装も完成してこうやって送られてきました。めっちゃ早いです。ちょっとびっくりするぐらい早いんですけど、多分いい感じに出来上がってそうなので、ちょっと開封していきたいと思います。本当にタカさんありがとうございます。ちょっと開封していきます。やっぱり何でもなんか開封する時が一番楽しいですよね。なんか携帯とかパソコンとかもそうやけど、まあ、パーツとかめっちゃ開封する時、めっちゃ開封する時がいつも楽しみです。まあ、出来上がった時もすごい楽しみなんですけど、さてどんな仕上がりになってるんでしょうか。お、ちょっとちらっと見えた。
構しっかり梱包されてる。ほっ、ちょっと周りの外していきます。はい、こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗。なんか前のよりちょっと明るめのオレンジになったかなっていう感じなんですけど、めっちゃいい感じです。すごい綺麗なオレンジ。では早速組んでいきたいと思うんですけど、今日は多分ある程度しか組めないんで、まだ足りないパーツとかもあったり、ハンドル切ったりとか解体でやらないといけないことがいっぱいあるんで、今日はちょっと組みます。それとあと指の自転車も前の自転車で先に今日中に完成させてしまいます。まずフレームに BB をつけていきます。で、僕 BB つけるときにスプロゲ側だけ普通にこのベアリングをはめて、で逆側はプラ BB を入れてます。だから実質これで使うのってこのベアリング1個だけなんですよ。めっちゃもったいないんですけど、プラ BB をつける理由なんですけど、片方だけプラ BB をつけるとペダルの周りがちょっと悪くなって、リア技とかするときにクランクが回ってきにくくなります。普通にこのベアリングだとクランクがヒューって回ってくるんで、なんかペダルの位置がずれちゃったりするんですけど、このプラ BB を片方だけでもはめとくとクランクの周りが悪いので、リア技ではクランクが回ってこなくてやりやすいです。結構おすすめです。装着。しゃあ、結局業務スーパー行った。安かったやろ。てか冷凍食品やばいよ、見た。俺業務スーパーの冷凍食品めっちゃ好きやねんけど、業務スーパー行ったことあんまない。調味料とか冷凍食品がめっちゃ量多いねん、業務スーパー安くて。あとお惣菜とか8時超えたらでっかいピザが700円ぐらいで売ってるから、寿司とかも。ピカチュウポンね、椅子の裏にペグつけていきます。で、前のウッチーペグのこのペグキャップがまだ予備でいっぱい買ったんで何個かあるんですよ。何個かあるんですけど、この新しい方のこのバリアルのペグ、ペグキャップの回す方向が逆なんですよ。まあ、ねじって時計回りに締めて、反時計回りで外してってやったんですけど、今回締める方向にこう取れていって、外す方向にこうやって締まっていくんですよ。で、これもちゃんと意味があって、だいたいこう自転車倒した時に当たった時にギュッて締まっていくんですよ、普通に締める方向やったら。ほんでこのキャップが取れなくなるっていうので、ここがネジ山が逆になったっていうか、改善されたっていうか、まあ、そのせいで前の予備のペグキャップが入んないんで、とりあえず前のペグキャップは予備の BMX で使います。もつ鍋食べたいな、今度しようや。でもつ鍋しようや、でもつ鍋しようや。するタイミング違うくない？もっと寒い時にやろうや。なんでもっと早く言わんかってんそれ。はい、とりあえず仮組は出来上がったんで、まあ、この後ハンドル切ったり足らないパーツ、ブレーキ関係とか、あと解体に行って完成させていきます。まだこれ途中なんですけど、もうやばいです。かっこよすぎて、この色合いもいいし形も完璧。もうとりあえずやばいです。ちょっと早く完成させたいんで一瞬で解体いきます。はい、解体に来ました。2ミリと2ミリ切っていきます。で、自分で手動で切っていきます。なんか機械でガシャンってやるやつもあるんですけど、なんか火花散るの怖いんで自分で切っていきます。ああ、切れた。いやー、しんど。はい、片方切れました。はい、今からもう片方いきます。ああ、切れた。両方とも2センチ切れ終わりました。はい、次はブレーキレバーとグリップとバーエンドをつけていきます。はい、次はブレーキアーチつけていきます。ちょっと解体が閉店の時間来てしまったんで、あとワイヤーは3打でやっていきます。はい、とりあえず3打で続きやっていきます。ブレーキシューつけていきます。はい、次はフロントブレーキ長さを測ってつけていきます。はい、フロントブレーキ完成しました。ブレーキタッチ完璧すぎてやばいです。完璧。次はリアのブレーキをつけていきます。
していつも僕裏技があってこれ普通にこうやったらフレームに当たってカチカチなるんですけど、いつも僕この両面テープのなんかこのクッションっぽい両面テープとあとこの普通にこれあビニールテープあこのビニールテープで巻いてあのクッションを作ってるんですよ。そしたらもう全く音が鳴んなくてこれめっちゃおすすめです。とりあえずちょっと貼っていきます。フレームに当たる面だけ貼ります。これで音がなくなりました。カンカンって音なくなるんでいい感じです。自転車完成したんでステッカー貼っていきます。じゃあ貼れた。よっしゃ乗ろ。乗ります。はい、とうとう BMX 完成しました。もうフルチェンジなんですけど、なんか見た感じは前のやつのもうめっちゃ新品のめっちゃ綺麗なバージョンみたいな。で前のやつそのまんまもう1台置いたまんまで、前のやつは予備の自転車として使います。だいたいこれ全部合わせたら40万以上かかってます。世界に1台しか本当にない僕の BMX です。めちゃくちゃいい感じに出来上がったんで、ちょっと早速乗っていきたいと思います。せっかく BMX も BMX のタイヤも全部新品になったんで、靴も新しい靴に履き替えます。でまあ今回再来月も全日本があるんで、どの靴にしようか迷ったんですけど、この靴ずっと履いてなかったんでこの靴にしました。これなんかジーンズみたいな感じでめっちゃおしゃれで、大会が近いんでちょっとおしゃれな感じに行きます。で BMX フレームとか変わってサイズ変わって乗るんは、まあ、乗りにくくなっても、まあ、僕すぐ BMX 何の BMX も慣れるんですぐできちゃうんですけど、一番苦手なのってタイヤが変わったタイミングと、あと靴が変わったタイミングで、今回もう厄介なのが、まあ、BMX もいろいろセッティングもサイズも変わったり、でタイヤも新品やし靴も新品で、もういろんな最悪な条件が重なってて、来月の大会も慣れるかがちょっと不安です。タイヤだけとかでもめっちゃきついのに、靴だけでも結構きついんですけど、靴とタイヤも一緒、しかも BMX もサイズ変わったっていう感じなんで、ちょっといっぱい乗って慣れないとダメなんでいっぱい乗っていきます。DC シューズおしゃれないっぱいあるし、 BMX めっちゃ履きやすいんで、僕の中ではおすすめの靴です。よかったら皆さんも履いてみてください。早速新車乗っていきます。で今日本当に良かったなと思えることがあって、まあ、ワッキーを呼んでなくて、ってかワッキーが来てなくて良かったなと、まあ、不幸中の幸いっていうか、ワッキーが来てたら絶対に、まあ、この BMX、まあ、新車絶対に意見に落とすか、まあ、何かしら傷つけたりなんかされてたんで、ワッキーなくて良かったです。とりあえずちょっと初乗りしていきます。結構ペダルの位置が下がってます、前のに比べると。フレームもちょっとでかくなってるんで、でもめっちゃいい感じです。あとはハンドルもちょっとだけサイズアップしてるんで、なんかストリート系の技が多分めっちゃやりやすいです。前のやつちょっと結構あの劣化が進んでてしなってたんですよ、グニャグニャで。やっぱ新車めっちゃカッチカチです。あと僕のこだわりがあって、まあ、前後ブレーキあるのにこれ全くブレーキの音しなくて、もうノーブレーキみたいな、ノーブレーキの音。僕のセッティングです。ちょっと技していきます。全然違う。うわーめっちゃ違和感ある。何これ、全然違う、やば、全然違う。これなんか前のに比べたら、このフレームのヘッドが結構なんか前のやつ寝てるか立ってるかどっちかやって、今回と結構ここが違って、このウィンプラッシュのフレーム回してきた感じとかが違いすぎます。あとはノンマスピンのスピンがなんかちょっと軸が分かんなくてまだ迷子です。やばい、まあ、でもなんかすぐに慣れそうな気がします。あとめっちゃいい感じです。
とあれです、前のペグも6年使っててローレットがもうなくて滑ってたんで、これめちゃくちゃまだローレットがあるんでめっちゃ食いつきます。靴の裏が全然滑んない、すごいいい感じ。はい、今回は僕の BMX をフルチェンジしました。まあ、40万円以上かけてフルチェンジしたんですけど、まあ、やっぱめっちゃいい感じです、新車は。まあ、ただまだちょっと慣れてない部分がいっぱいあるんで、7月、まあ、1ヶ月後ぐらいには全日本があるんで、それまでにちょっとしっかり練習して慣れていきたいと思います。あとは絶対にワッキーには近づけさせないようにします。そしてこれからも BMX のめちゃくちゃ分かりやすいハウトゥーとか BMX の面白い動画をどんどんアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。映り込むやつ